野見市は、石川県の南部、加賀地方に位置する市である。内閣総理大臣経験者の森を知ろう、元メジャーリーグ選手の松井秀樹の出身地である、根上がり町、九谷焼や古墳群で有名な寺井町、辰野口温泉と、石川動物園の所在地として知られる、辰野口町という飲み群にあった3頂が合併して、発足した。市の西部は、日本海に面し、 北部には、手っ取り川が流れる。2019年10月24日、現在井市長を支持するかつての最大会派、大使が、解散、分裂したことで、代表質問制度を持つ石川県内の地方議会で、唯一、代表質問権を持つ会派が存在しないこととなった。衆議院産業人口手っ取り川の豊富な、副流水を利用する、電子部品、 繊維関連の企業が多く立地している。主な事業所工場、九谷焼の絵付けが知られており、特に市南部の佐野地区周辺に多くの絵付け業者を抱える。警察消防医療上水道全域を野見市が供給する。水源は手っ取り川の伏流水。なお、市内に県営水道の辰野口調整地があるが、供給は行っていない。 下水道のみ市単独の公共下水道と石川県下水道公社の加が沿岸流域下水道が接続されている。電話市外局番は市内の一部地域を除き零761である。全域で光回線への加入が可能。郵便市内の周配は以下の壺根が行う。旧寺井町、旧根上がり町は小松市の小松郵便局、旧辰野口町は 辰野口郵便局が管轄する。これ以外に11局の郵便局がある。北陸先端科学技術大学院、大学大学高等学校中学校、小学校図書館博物館、美術館等ホール、その他の文化施設体育施設のみ値上がり駅。のみ値上がり駅は、旧寺井町内ではなく旧値上がり町内にあり、2015年3月14日に、 旧正の寺井駅から駅名が変更された。かつては、国鉄寺井駅に隣接する新寺井駅から、北陸鉄道の未線が、白山市剣方面の剣駅へ走っていた。旧辰野口町内の廃線跡は、ヘルスロードとして整備、道沿いには桜並木が続いているほか、多くは、道路として利活用されている。 コミュニティバス、石川動物園温泉ゴルフ場道の駅のみ市では、原則として、市内出身者に観光大使あるいは観光特使を移植している。院は観光大使、院は観光特使。ありがとうございます。